はい、こんにちは。日本改革党元豊島区議会議員忽那良治でございます。対馬陽子様、お手紙いただきました。ありがとうございます。よすて人様、えふこ様、ご支援とお手紙いただきました。ありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。読んでるだけで賢くなるメール党員さん大募集日本改革党から立候補する議員候補大募集、いずれもですね、動画説明欄のもっと見るをクリックして、ください。こちらからご応募くださいみたいなの出てきますんで、よろしくお願いします。政府第7波収束後に新型コロナを感染症2類指定から下げる方針だそうであります。2類相当の見直しは不可欠と、政府関係者の話らしいんですけど、まあそうなるわな。いつまでもこの調子でね、第7波が落ち着いたら議論を進める、だいぶ弱毒化した、なかなかそんなに危険なもんではなくなった、変異して、らしいんでね。2類じゃなくなるとどういうことになるかと言いますと、検査、診療、治療の全額公費負担や医療機関に全感染者の情報の届け出義務や扱える医療機関が限定されているのが外れる、つまり全額公費負担じゃなくて、健康保険で3割負担、医療機関は届け出さなくていい、コロナ陽性者何日何月何日、どこそこの誰それ、感染陽性で届け出さなくてもいい、どこの医療機関でも町医者さん、いわゆるね、小さな近くの病院でも扱えるということで、扱える病院が限られてから医療逼迫、医療崩壊なんてことが騒がれたわけですから、ある程度のね、設備が整った病院しか扱えないことになってるのを町医者で扱えるようにしようと、これいいですよね。風邪みてえなもんに変異したんだったらね。ネットの反応です。はい、風邪当然の決定、おっさ周回遅れ、選挙後にすぐやれよ。もう風邪と一緒でゼロコロナは無理なんだよな。このまま税金で負担される方が困るじゃん。無料検査やめれば明日にでも収束する。ワクチン有料になったらやる人激減電車でごほごほやるやつ増えるのは困る。もうカウントやめてる国も多いよね。これ医療機関に届け出義務がなくなったら、今日は何人ですなんてテレビが喜んで、増えた増えたって喜んで放送するのもなくなりますね。そうすると意識の外っていうか、皆さん忘れちゃいますよね。昨日お伝えしたですね、一件3000円の手数料欲しさに500円の商品券で検体を集める業者と、それにつられて3日ごとに検査する浅ましい卑しい連中が陽性数を激増されてる問題もこれで解決ですね。だって無料じゃなくなるんだろうね。風邪と一緒なので殲滅や克服はできないんだから。風邪のウイルスと一緒のコロナウイルスですからね。新型って名前ついてますけれども、立憲や共産は中国共産党と一緒に検査を増やしてゼロコロナとか言ってましたけど、これおかしいんだよな。なんで検査増やすとゼロコロナなんだ。あいつらバカだから、検査をね、治療かなんかと勘違いしてまして検査やればやるほど克服できるみたいなことを平気で言ってましたけど、バカだから。世田谷区長なんかもそれでね、世田谷区で大々的に無料で検査して大失敗して途中でやめてましたよね。なんかね、世田谷の元社民党の土佐翼区長大失敗で、もう失敗も認めねえんだから、しゃあねえな。忽那はですね、実は検査3回やっております。肺がん治療中に3回ね、気管内視鏡検査っていうのをやってまして、
そのたんびに38度以上の熱出しまして、決まりなんでっていうことで、その都度検査されました。38度以上の発熱は、なんかね、個室に移されて隔離されて検査、まあその度陰性だったんですけど、今思えば全くの無駄。まあ病院は手数料入っからやりたいんだろうけどね。二類のままにしとけばですね、当然無駄検査、無駄治療、無駄病室増えるのは当然ですよね。税金なんでいずれ払うようになっちゃうんですから、それが子孫であってはダメでしょう。先送りして、これ財務省はコロナ復興税とかたぐらんでますからね。コロナで金使いすぎた、増税もやむえないかなんか言いながら、参院選終わったから危ねえよね。これ二類の見直しすんのはいいんですけど、それと同時にコロナ復興税なんて、増税されてはたまんにっちゅう話ですね。安倍総理国葬中止しなければテロを起こす、高知県の11市だけでなく全国の自治体に同様な脅迫があったと FNN が報道しておりました。国葬の中止を求めるこうした脅迫メールは関東のすべての県を含む少なくとも全国の12都道府県の自治体に届いている。関東すべての県6あるみたいですけど、ネットの話です。安倍があって本当バカバカ、何がしたいんだ犯人は。高性能爆弾でって自分で言っちゃうところがな、文章から頭の悪さがにじみ出ている。どんなやつが捕まるか楽しみ。まさしくテロリストの理論、安倍側がどんな連中なのかよくわかると、全くね、上メロさんたちはしょうがねえな。現在脅迫が届いている自治体はですね、首都圏4、東京、千葉、埼玉、神奈川、茨城、栃木、群馬の北関東、つまり関東全部ってことかな、大阪、滋賀、鳥取、愛媛、高知の12自治体だそうであります。関東の1都5県は同一犯の可能性ありますね。それとも東京がやっぱ左翼の本場だから、東京の新宿区の代々木あたりが左翼の本場ですんで、日本におけるね。あとそれに通うために中央線の沿線ね、中央線の沿線左翼が住み着いて、おるんですけれども、そんなもんで関東が密度が高いのかな。テロリズムの語源はテラー、恐怖です、こちら側が恐怖しなければテロ失敗なので動じないでほしいんですけど、これね予告するってやる気ねえだろ。私が思うのはですね、実行する気満々だったら予告しねえで山上みたいに不意打ちかましますよね、不意打ち。そんなね準備されちゃってやりにくくなっと困るから、黙ってて不意打ちが自然ですよね。なので実行する可能性は低いですけれども、亡くなっても安倍側、こいつらね安倍総理に依存しすぎでは、こいつらがどんな連中かよくわかりますよね。何がっつえば暴力、犯罪、他者を傷つける、亡くなればみんな仏様っていう文化がない連中なんでね、連中が信じてんのはもしかして儒教かもしんねえな。中国共産党のサーバー経由だとですね、犯人をたどれない恐れありますね、これ。自治体に問い合わせメールとかで来たっちゅうんですけど、私への脅迫投稿もですね、菅茂さんからそういう連絡受けちゃいました。昨日ですね、殺すとかなんとか私に対して脅迫の投稿にちゃんに書き込んでたやついて、菅茂が捜査してくれてたんですけども、外国のサーバー経由しちゃってて追跡しきれないで、昨日電話ありました。菅茂は立件する気満々だったのに残念であります。もしそうなら当局はですね、こうした安倍側の脅迫メール、中国からの書き込みって公表すべきなんだよな。そういえばですね、今日安倍側の桜井誠日本第一と、今日新宿で統一教会反対デモをやったみたいなんですけど、自民党粉砕とか言ってて
大爆笑してしまいました。一応政党名乗ってんだからさ、デモでわめくんじゃなくて選挙で勝たないとダメだろ、選挙で、選挙で勝てばいいんだよ選挙で、なんであの政党を名乗ってんだって、デモで粉砕しようとしてんだ、統一教会関係なくて爆笑しちゃいました。集まってる連中ね、あの全員本当に本当のバカばっかなんだな、日本第一党な、せせら笑っちゃいますね。カルト宗教共産党の赤旗、軍事費と原発に大分配するのが新しい資本主義の正体なのよというですね、記事載せちゃいまして、ネットの反応です。いいことやんけ、何も問題なくね、必要経費だろ、相変わらずトンチンカンだ、普通に必要なことじゃね、身を守ることは左翼的にはいけないことなのか、読者層は国葬植えめろだし、まあバカが読むっていうことですか。防衛と原発に予算集中、必要だったらしゃあないんじゃない、んなね、あの防衛ケチって侵略されちゃってんでは元も子もないんじゃない、あとね、原発いいんじゃない、電力逼迫で大停電なんてなったら、今日都内ね、35度36度ものとこもあるっていう話ですから、命に関わりますよね、しょうがないんじゃないの、国家あっての生命財産福祉だがんな、ウイグルで、福祉がとか言ってらんねえがんな、国がなくなっちゃってって、こうチベットとかね、赤旗的にはいけないことなのか、国家を守ることが、外観誘致主義者どもめ、ということですね。私の主張です。全電力を原発で賄う勢いで再稼働&新設、新しい敷地に新しく建てんのが反対が強いっつんだったらば、今ある敷地の原発を新しい大型で高出力なものに取り替える、海水からウラン組み上げ、石油輸入と貿易赤字を減らすと、知ったらね、万が一台湾が中国に落とされても、石油輸入できねえ困ったっていう事態も減りますからね。でね、ウラン組み上げてコスト的にもね、もうちょっとで輸入するのと同じぐらいになるっていう論文発表になってましたんで、無限のエネルギー手に入れられんですよ実は。で、原発で作った電力で、水素、水を電気分解して水素作って、それで自動車を走らすっていうような研究も、トヨタが頑張ってやってますよね。原発はすべて自衛隊にあげてしまう、くれちゃう、で管理運営運用してもらう、で電気売った利益は防衛費とする、防衛費の一部とする。事故った原発をどうにかできそうなのは日本では、いや世界でも自衛隊しかないでしょ。東電は何もできませんでしたよね、どうにもできませんでしたよね東電は。つうか、自衛隊にどうにかできないような原発の事故が起きちゃったらどこもどうしようもない。まあ自衛隊がベストな選択っていうんですか、原発を任せる、どうにかできそうな実力がある組織、日本で一番、世界で一番、だから他の組織がやってるよりも安心ですよ。東電はもうすでに原発事故が起きた時にどうしようもねえお手上げっていうことが判明してんだから、もう自衛隊さんに差し上げますって、ただで差し出せって感じですかね。電気使って防衛費が増えるのが嫌な左翼はですね、真夏も真冬も電気使わなければいいじゃない使わなければいいじゃない、高齢化が甚だしいから、あの野郎どもは、まあ消耗すんでしょうな。
まああの真夏も真冬も暖房冷房使わないとなったら消耗すんじゃね。下費下費下費ひひひ。まああの防衛費増えるのが嫌だすんだったら電気使うの言って言えますよね。そうなったらね。まあ異論は認めますけどね。変態毎日新聞の爆笑社説。森優子、パクシン君、有田芳生、主力論客を次々失った立憲民主党、野党第一党なのに不安だ、みたいなね。ネットなんです。ジョーカー。あははは、民意だろ。主力。ギャーギャー文句言ってんのを論客とは言わん。野党第一党は一心だし、自民のアシストお疲れ様でした。日本人は民主党の惨劇を忘れてはいない。またいつものように止め変えれば、高齢左翼がネット工作した結果がこれ。有権者の選択だ。文句言うなと。参院選で改選23人が17人に減ったそうで、めでたしめでたし。毎日が論客呼ばわりするそれぞれの活躍なんですけど、森優子、なんかの時に太もも丸出しにして台に登ってるのと、なんかに文句言ってんのしか覚えてませんね。あとはあの癒やしい人間性が顔によく出てて動物と、もう癒やしく浅ましい人間性がよーく顔に出ておって動物と、おっさんみたいな顔してますよね。おっさんみたいな、パクシン君全然覚えてない。なんか発言してたあの人。有田芳生、ネットでぐじゃぐじゃ言うのとデモ妨害して道路に座り込んでたことしか覚えてないですね。道路に座り込んでデモの進行を妨害して道交法違反でまずいって思ったのか、気がついたら座り込んでいたとか後で言ってましたけれども、本当にね、一瞬気失って座っちゃってんだったら脳みそ検査してもらった方がいいよ、有田芳生は。こいつね、今統一教会ネタでテレビ出まくってますけれども、田原総一郎みたいに末永く笑いを提供するようなバカさ欲になっかもしれませんね。毎日は立憲の戦力低下を心配してるが、こいつら戦力だったのかな、むしろ足引っ張ってなかったかな、率先して立憲のイメージ落としてなかったっけな。落としてませんでした。まあ左翼が使う日本語は我々の使ってる日本語と根本的に違うみたいで、ひょっとしたら論客っていう意味も我々が使っている論客っていう意味とは違うかもしんねえな。まああのお互いね、理解できない、相手が何言ってるか理解できないとこまで分断進んじゃいましたからね。右と左っていうか、普通の人と左、まあ、左があのすげえ空高く世間から浮いてるんですけれどもね。そういうわけでメール党員様、地方議員候補様、応募よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。